はい、立て続けにですね、オパール博物館を今ご紹介中ですけれども、続きましてはですね、ボルダーオパールの、5.39キャラット、なんともこの爽やかな、色合いが印象的なですね、ボルダーになります。形も、あれですね、こちらもボルダーらしいと言ったらボルダーっぽいんですけども、可愛い感じの形と、またこの可愛い感じの色合い、そしてですね、このようにビカッとくる夕食ではなくですね、このタイプのボルダーらしい、チカチカキラキラっていう感じのですね、きらめきが面白い、ボルダーになりますね。はい、赤っぽい光でも白っぽい光でもですね、なかなかいい感じに、優しくですけど、強烈さはないですけど、いいきらめきは感じます。まあなんといってもこの可愛らしさがすごくある石なので、あとこの色をですね、なんかこれ撮ってて思ったんですけど、なんかパライバのメレをですね、こうちょっと散らしたなんかジュエリーなんかにしてもいいかなみたいなイメージがちょっとありましたけどね。なんか可愛らしいものになりそうな気がするボルダーオパールになります。はい、でボリュームも5キャラアップで、そこそこありますので、本当にジュエリー、リングにしてもペンダントにしても、この色からしてすごくなんていうか、こう優しくも、インパクトのあるですね、可愛らしいものになるんじゃないかなっていうイメージがずっとある、ボルダーになります。まあ、ちょっとオパール博物館でボルダーが少なかったというのもあるのと、今先ほどタイプの違うボルダーもご紹介したので、見比べながらですね、こうお楽しみいただけたらなと思いながら、準備してみました。はい、ではこちらをですね、引き続き準備、出品準備をしてみたいと思いますので、まずは動画をご覧になって、楽しんでいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。